皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子ロックのテーマは最高の投資は自己投資ということについてお伝えしていきたいと思います。投資っていうとですね、普通に一般的には例えば株式投資とか、あと不動産投資とか、FX とか、いろいろありますけれどもね、投資っていうと、そういう金融で動かしていく投資を考える方とかいらっしゃるかもしれないんですけれども、教室業の先生において、投資っていう言葉を使うときに、例えば今は、それができていないけれども先行投資でっていうことで、例えば何かね勉強したりとか、そういうものに使ったことによって事業をうまくいかせるみたいな、そういう使い方をするね、先行投資っていう言葉を使ったりします。あとは広告とかですね、広告とか、うまく運用すれば自分がものすごい長い時間をかけて集客をしようっていうよりも効率よく集めることができるので、広告を使う場合には時間をお金で買うっていう形になるんですけど、この時に使うお金っていうのも将来人が来ることを見越した形で先に広告を打って人を集めて、その後講座を申し込んでくれたら回収ができるみたいな、そういう感じが、広告とかもねあるんで、これも投資っていうふうに言うんですけど、この中で、一番ですね投資回収効率が高いのは自己投資なんですよね。自己投資っていうのは自分のスキルを磨くために投資をするということです。例えばこういう講座を作りたいから、こういう知識がまだ自分にはないので、その知識を学ぶために勉強をする、これ投資になりますよね、自己投資で。ここでね、一つまたポイントで注意してほしいのが、投資にしたかったらちゃんと回収まで考えてその講座を学ぶ、ないしは勉強するっていうことが必要になります。私のだいたい投資回収率の基準値は、その講座の4倍から5倍を稼ぐ計画を立てた上でその講座を習ったりとか勉強したりとかします。はい、ということは、例えば20万円の講座を習ったら100万円以上稼ぐということです。5万円の講座を習ったら20万以上、25万円以上とですね、それぐらいの講座を作るとか、そういう形でお勉強していくときにやるのが、自己投資っていう区分でやってるものですね。一方で、じゃあ例えば、私お花とかね習ってたりとか、写真とか習ってたりするんですけど、これっていうのは自己投資という範疇とは少しだけ違います。確かにスキルが身につくことによって複合的に信頼度が上がったり、センスがいいと言われたり、デザインができる人というふうに言われることでのプラスアルファはあるんですけれども、そこに回収率を求めてないので、要は私がそれで本当にじゃあフォトグラファーとして頑張っていこうとか、そういうふうになったら回収ってことになるんですが、それはどちらかというと楽しいし趣味の領域っていうことになっているので、回収を目指して習いに行ってないっていうやつですね。それはもう趣味の範疇なんですよ。あと最近で言うとサックスとかかな、サックスでプレイヤーになってお金を、演奏会でお金を稼ごうとは別に思ってないので、それは趣味の領域、これは自己投資っていう範疇とはちょっと違います。なので私のくくりと区分の中では、自己投資っていうのはその後ビジネス上のですよ、ビジネス上の違う意味でね、自己啓発的に使ってる方は自己投資っていうことを違う言葉で使ってる方いるんですけど、私のくくりはビジネスでくくった時には回収をしていくことを前提とする投資を自己投資というみたいな、そういうニュアンスです。ですから一番回収効率が高いのはいろんなものね、その何かを投資してとかっていう話をねよく言うんですけど、自分に投資するのが一番回収効率が高いです。はい、でさっき言ったみたいに、だから、自覚ジプシーになったり講座ジプシーになる方は、ただただ習って楽しくって、自分の中では授業に生かそうと思って行ってるんですとかっていう言い訳をするかもしれないんですけど、それで事実、お金を生み出すことができていないのであれば、それは投資ではなく趣味の領域ということになります。このあたりよくね、ご家庭で主婦
妻だったりすると旦那さんとよく揉めるポイントになりますね。習いに行ってます、やってます、投資しているお金結構かさんできてます、回収できてますか、売上上がってますかみたいな話になって喧嘩になる話はよく聞く話です。で、男性旦那さんが言うこともまあまあもっともって言えばもっともなんですけどね。ですからその回収も考えた上で知識をね身につけていくっていうビジネス上での脳を持って投資をしていくっていうことを心がけていただけると、いろいろとお仕事がね好転していくことになりますので、そんな観点で頑張ってみてください。それでは。